市川市の小学生中学生の皆さん、こんにちは。昨シーズンでバスケットを引退しました元富士通レッドウェーブの山本千夏です。今学校がコロナウイルスの影響で休校になり、部活動などの活動もできていない状況にあると思います。私自身も最後の試合が中止となり、試合ができないまま引退しました。悲しいニュースや暗いニュースなどが続き、毎日外出できず家にいる時間も長くなっていると思います。ですが今の時間を無駄にせず有効に活用し、一人一人ができることを考えて過ごしていきましょう。そして一日でも早くコロナが収束するよう体調に気をつけて、みんなで乗り越えていきましょう。